ンバーグラーメンのハンバーグアンディです。はい、ハンバーグラーメンのラーメン西村です。では VTR スタート。俺もなんかそのちょっと考えて、そのなんかなんだっけ、うんちゃらだっけ、なんだっけ、うん、うんぽこだっけね、どんちゃら、うん、うん、ねるぽこ、違う、あのな名前覚えるやつなんだっけ、あー、なんじゃもんちゃ、なんじゃもんちゃ、なんじゃもんちゃ、出てこないなんじゃもんちゃみたいな、うん、にもっと反射神経と、なんか、なんだろう、戦術じゃないけど、なんか足せないかなって思ってて、なんじゃもんちゃってその絵柄が何パターンかあって、そいつらにこう名前をつけていくわけじゃん、うん、で一通り名前つけたら出てきたやつの名前をこう最初に誰が言うかみたいな、うん、でカードどんどん集めて多い人の感じで、うん、なんか一人の絵柄に対して2つ名前つけるのね、うん、で1つは攻撃用の名前、呪文だね、要は呪文をつけるの、うん、こいつの使える攻撃呪文の名前はこれ、うん、で防御呪文の名前はこれ、うん、っていう2つぐらいつける。でさらにそのカードにはまあ何枚もあるんだけど、同じカードがグーチョキパーが書かれてる、うん、こう毎回こうバトルみたいな、うん、やって枚数が多い方が勝ちみたいな、うん、ものすごい頭使ってものすごい疲れるゲーム単純だけどなんかしんどそう、うん、負荷が高いゲーム。引き分けだったら黙るっていう、誰も何も言わあえて言わない、なるあーいって言われる。なるほどね。引き分けの時はなんか共通の呪文があったら面白いのかな。じゃんけんが引き分けの時はもうこれを言ったらあの OK みたいな、うん、もうそれ待ちのやつとか出てくるじゃんそれなら絶対言えるみたいなやつ絶対いるじゃん、はい、引き分け来いって。それは結構楽しいと思う、その瞬間そうね。いやでも なんとなく惜しいな、なんとなく想像できてきました。できてきたよね。やっぱカードがあるでしょ、うん、でこれになんかじゃんけんのマークがついてるでしょ。そう例えばだけどチョキとか、うん、それを札じゃなくてサイコロに1個しちゃって、うん、グーチョキパーのサイコロ、うん、でカードはカードの札があって、うん、で毎回サイコロを振ってグーかチョキかパーが出るわけじゃない、うん、でカードをバンってやって勝ってる時は攻撃、負けてる時は防御、引き分けの時はもうあの万能の合言葉みたいなのを早く言った人が勝てる。アイコードはどのカードでも共通なんですか。共通、うん、だからアイコ待ちができる。じゃあ決めました。なるほど。記憶力悪い人でも勝てるチャンスがあります、そこ、うん、早く言える。でもこれは自分で名前も決めつつっていうのと、反射神経と記憶力とネーミングセンスっていう3つを問われるゲーム、うん、どうでしょう。やりましょう。絵を著作権ギリギリの似せてる絵とかにする引っ張られるわーって言いながら
我々のやっぱ一個顔のカード入れといた方がいいよ、我々が作ってるってね。そうそうそう、一人一人それぞれ、うん、それポーズとか取って。そうね、だって攻撃と防御の名前をつけられなきゃいけない。そうだよね、ただポンって顔だけやってもつけにくいもんね。今までのさまざまなあの役のいろんな写真載っければそれだけで成立しちゃう。成立するのが一キャラしかいないけど、とりあえずこの人が写真使える。ああそれか、あれ何なんだろう。僕今攻撃と防御の名前考えたのはおたての乱ダンボールのようこら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 それかい。ハンバーグラーメンですか、このゲーム。いや、しないよ。ハンバーグラーメン…攻撃がハンバーグで防御がラーメンな魔法使いはいかがでしょうっていうラノベみたいな。あざといな。とりあえずブームに乗っかったから、すごい。転生したらハンバーグラーメンだった件とか。何になったの。なんか作りやすそうな気がします。お、ね、だってわざわざ西村君が絵まで描こうとしてきたっていうのは結構本気度が伺える。これやっててこうつって、あとなんか絵にしないとちょっと見ないじゃん。ルールが難しいってことね。単純いや難しくはないんですよね。言葉で説明されるより絵で見た方が早いですよね。絶対そうだよね。それでいいよ。そういうもんだよね。だって人狼なんていまだに口で言われても俺ルール分かんないもん。そう。あれやってみないと分かんないじゃん。やらなくても分かる。やってもわかんない。で、そうそう、わか、うん、なんかよ、うん、そう。で、知らないうちに死んで終わって。終わってるよね。大体そう、大体そう、大体そうとか言ってるやつらがボードゲーム作っちゃいけない。お前らの脳みそって何作れんだって言われる。いや、どうなんでしょうね。いっぱいありそうだけどね。でもなんか、同じようなボードゲームあると思うから。うん。そうなんだ。なんか、ボードゲーム詳しい人とかに、うん、なんか監修に入ってもらって、あるあるよって、あるよ、あそれはあごめんごめんそれあるわって、大体のこと言われるんじゃない、それあるそれ、パターンはないみたいな、ああ隙間だなって言われて、似てるのはあるんだけど、無限にあるもんねボードゲーム、オリジナル今から作れて難しいよね。どこでオリジナル発揮するかだけだと思うよ。だからもう、ね、なんかこういうカードを使うのが一番手っ取り早いんだよね、ボードゲームだからね。でしょうね。なんだ、作るコストで言えば安い。安い。そうね。戦術とかはすごい複雑だけど必要なものが少ない、うん、そうじゃん今の話聞いてると。それだったらコスト的にはいける。コストってない。製造コスト、製造コスト、製造コスト、グッズの製造コスト、グッズ製造コスト。はい、ボードゲーム、はい、の、うん、印刷を得意とする印刷会社があるそうです。はい、で、うん、ゲームマーケットっていう、うん、なんだろう、ボードゲーム即売会みたいなのがあります。ほうほうほう。そういうところに出す、もしくは、うん、ボードゲームの通販サイトなどに委託販売をする、うん、あるいはクラウドファンディングとして、うん、出資者にリターンで配る、うん、などなどの作り方があります、うんうん、はい、何やってるんですか。
たち何をやってるんですか。まあ今のところで一番近いのはクラウドファンディングの出資者に対してのリターンですね。多分一番近いのは僕らを応援してくれる人が喜びそうなものとして提供です、うん、あくまで僕らを知ってる人があいつらが作ったんだこれっていうことを楽しんでもらう、プラス普通に遊べるんじゃんこれって思ってもらえるのが一番かな、うん、あれですよね、そのクラウドファンディングでできた初期ロットを持ってるのは出資者ですよ、うん、そう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 、手書きの手書き文を持ってます。手書くの一枚一枚手書きますとか手書くのどうだろう、1セット作るだけでもだいぶ手書くでしょこれ。だいぶ手書くね、だいぶ手書くよ、途中雑になってきたりしますよ。いやだから味があるんじゃない、1個1個ワンセットワンセット。なるほどね、まずはグッズを手元に置いておきたいっていうのが我々 の, あの我々というか僕 の, あの願いなわけで、何をしてる人たちか分からないけどとりあえずグッズはあるっていうのが楽しい。はい、グッズできました。ボードゲームです。今のところボードゲームチームってこと。ボードゲームクリエイターのハンバーグラーメンですってことになります。いや、ボードゲームしか作ってないからね。プロトタイプを一回制作してみようか。次は。乗り気じゃないな。いやいや、だってこれあの本当に、うん、僕今そのボードゲーム作り方でググって出てきたやつ、うんうん、であのプロトタイプを作って遊べって書いてありました。あ、やっぱりほらすごい。ゼロから販売まで。そのプロトタイプがもう製品になるかもしれないけど。作ろう。用意できるはずだから、ね、ある団体さんとかに持ってて今度の収録でこれ使ってくださいって言えばやってくれる団体さんが一つ知ってるからだし、こっちアバラジオでこれやってみて、アンディさんが作ったらしいですよっつって、ね、やってくれる。それは我々もやればいいんじゃない。ああ、そっか、でもそのプロトタイムで我々がやってみて、我々は自分たちで考えたゲームが面白いって言ってやるじゃん、だってどう考えてもだって、それを簡単に想像つくじゃん。これを第三者がやってどうなのかの反応見たいわけじゃん。じゃあそれはコラボ映像ですよ、ね、そうそうそう、コラボ出してもらいましょう、出してもらいましょう。直談判してみます、今度。じゃあそれどうどう面白い面白いね、脅迫、どうそれ脅迫、それ脅迫だから面白いって言うまでやらせるでしょ。嫌ですって、面白いですじゃあ次回ちょっとプロトタイプを制作テストですね、うん、いやこれできちゃうんじゃん。おや、完全ドキュメンタリースタイルでいこうと思うからね、もうこれは記録してるんですか。一応は記録してる、全部会話の流れ、うん、ドキュメンタリー、ドキュメンタリーですよ。でしょ。はい。だからまあなんか必要そうだった前後になんかだけ足すけどさ。足すの？わかんない。まあ編集、それぐらいの編集は俺できるからさ。じゃあ今日はロード会議をします。会議しました。その映像をどうぞ。もう入れてということで次回お楽しみにって言ってまた終わるわけでしょ。そうですね。はい、撮りますそれ。じゃあはい、3 3はい、僕だけ。いかがだったでしょうか。なんかすっごい甘く噛みましたよね。噛んでません。
かがでやったでしょうか。マスクしてるからですよ。マスク、まあ、音がね。そうそうそう、うん。いかがだったでしょうか。ね。はい。はい、こんな感じで、うん作っていきます。作っていきます。そうだからあれですよね。このボードゲームを作っていくステップとして、うん、まあ次回はちょっとプロトタイプ。そうですね。試作品。うん。うん、で遊ぶ。遊ぶまで行くかな。プロトタイプを作る。とりあえず作るまでしか行けないかも。ね、作れんのか。できるのか。まあなんか100均のさ、うん、単語カードとかさ、あ、なるほどね。ああいうの買って、絵とじゃんけんを作って。なるほどね。はいはい、でサイコロはもう、グーチョキパーのサイコロはないでしょうから。そうですね。いつものサイコロに、うん、要は1、2だったらグーで。とかってやればね。まあ、そんな感じでちょっとじゃあ次回はそうですねやりましょう、という形でお届けするのか、はい、しないのか何もかも曖昧で進んでいくんですよ我々はいつも我々いつもそうなんですよ大体のことを曖昧にしながら曖昧のまま進んでいくことにポリシーがありますからポリシー、うん、まあよくわかんないんですけど、じゃあそういうことでしておきましょうということでまたお会いしましょう。それでは、バイバイ。よかったら、チャンネル登録、コメント、いいね、お願いします。